野島 T リーグ3年目ラブオール、またはミスタイムと当たるってことはないんですけれども、まあ、T リーグの3シーズンを振り返ると、今日が2試合目のこの両者の対決ということになります。さあ、このゲームですけれども、岡間さん、どんなところ注目していきましょうか。やっぱ吉村選手がどれぐらいこう思い切って攻めていけるかですよね。はい、シングルスが始まりました。最初の得点は吉村。ここまでシングルスは今季8勝3敗の成績、勝利数勝率で2位の成績です。ここは水谷、水谷も今シーズンは9勝3敗、個人シングルスランキング1位になっています。吉村は最近の試合では12月の24日グナナセカラン戦で3対0で勝っています。レッドサーブのやり直し、水谷のサーブ、ネットツーオール。序盤ここまでいかがでしょうか。そうですね、どのサーブでいこうか、どのコースに出していこうかっていう風な感じで、水谷選手はちょっと様子見っていう感じですね。はい、ストレート、水谷が決めていきます。素晴らしい攻撃でしたね。はい、まあ、左右に揺さぶって最後はストレートで打っていきました。強打、吉村スリーオール、まあ、声を出している吉村。どちらの選手も本当にテクニックもありますし、はい、やっぱラリーが続いてくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、サービスエース。現在シングルスは水谷4連勝中です。チキータ、ここは吉村、いいコースでしたね。はい、並びました。今シーズン吉村はサービスエースの部で1位です。75本。ここも吉村、昨シーズンからこの琉球でプレー、昨シーズンは8勝6敗。ネット3連続ポイント。吉村選手サーブがいいですね。水谷選手がちょっと入れるだけになってるんで、はい、そこをしっかり狙って攻撃できてますね。サーブから崩している吉村、代わって水谷、ストレートに打っていきました。ここはオーバー、シックスオール。うまいですね、はい、コース取りにしろ、今のダブルストップにしろ、まあ、柔らかい台上プレー、まあ、前陣でのブロックとカウンターもあります。 YG ネット 7-6。さあ、今日は琉球アスティーダは4名の少数精鋭でこの木下に挑んでいきます。ノータッチ、そうですね、クロスを打ち抜いていきました。このプレーです。ネット7-8。ふーっと息を吐きかける、吹きかけるこの水谷。ラリーになった、ここもつなぐ、最後はオーバー。8-0。あ、失礼、
8オールですね。やりましたね。はい、サーブは吉村。吉村のポイントです、うん、第3マッチのシングルス、ブロックはオーバー。吉村選手いいですね、はい、積極的にどんどん攻めてますね、はい。まあ、水谷が守る防戦一方という形になりました。ゲームポイント琉球アスティーダ吉村。ここは水谷9点、まあ、水谷もこう簡単にはこのゲームを取らせないぞというそういう気持ちがありますよね。やっぱこの選手すごいのは、はい、劣勢に見えますけど、はい、点数は競ってますからね。1点差です。ここもオーバー。いろんな点の取り方ができるんで水谷選手は、はい、やはりすごい選手ですよね。まあ、派手なプレーもありながら静かなプレーもあります、はい、ここ吉村が取りました。第3マッチのシングルス11対10、接戦をものにしたのは琉球アスティーダ吉村真晴でした。最後は吉村の気迫が勝ちましたね。このセットとにかく吉村選手の水谷選手に対するファー前に出すあの YG サーブ、はい、ここからの攻撃が本当に良かったですよね、はい、2セット目以降水谷選手がこのファー前に来る YG サーブをどう処理していくかがポイントになるんじゃないかなと思います、はい。